女性が一人もいない消防団があることが分かりました。消防団の人は近くで火事や災害が起きたとき、火を消したり、町の人を助けたりします。いつもは別の仕事をしています。18歳以上の人は男性でも女性でも消防団に入ることができます。NHK が調べると、東京都の10の市と町と村では消防団に女性がいませんでした。理由について市などは、女性のトイレや服を着替える場所などがないためなどと答えました。女性が大勢いる消防団の人は、怪我の手当てをするときなどに男性が気づかないようなことに気づいて声をかけることができますと話しています。そして男性でも女性でも消防団に入ってもらうことが大事ですと話しています。